公共曲第70番に蝶々奉望険 I-70 はフランツ・ヨゼフ・ハイドンの作曲した公共曲。ハイドン研究家として著名な H.C. ロビンス・ランドンがハイドンの最も興味深い公共曲の一つとして挙げたことで知られる。1779年12月に火災の後再建されることになったエステル・ハージ宮殿の劇場の提訴を記念して書かれた。 大砲の大規模な使用が大きな特徴で、ランドンは先人たちや同時代人たちの中にあって、ヘラクレスのように突出した作品と形容している。70番以降の公共曲では常にフルートが使用される。1778年4月からフルート奏者がエステルハージ公爵家の楽団に加わったことを反映している。トランペットとティンパニは後から加えられた。 1> 第1学章冒頭に長長、3、4拍子、そなた形式。祝祭的な雰囲気を持ち、ランドンは当初劇場用の序曲として書かれたものと推測している。第2学章冒頭に短調、二、4拍子、二重変装曲形式。二重対違法によるカノンの一種と題が付けられており、二世で書かれた冒頭は後に上下の西部が交換される。 第3楽章冒頭に長調、3、4拍子、3部形式。ハイドンの公共曲のメヌエットには珍しくコーダを持っている。第4楽章、第44小説に短調、2、2拍子。冒頭で、同音連打が主題を予示し、その後、3つの主題を持ち、二重体違法によると、記された技巧的な風画が始まる。真の力を持つ、風画とランドンが表した。 最後の部分で二丁丁に転調する。A.B. ランドン1955 P371 ホージソンアンソニー The Music Of ヨゼフ・ハイドン The Symphonies ロンドン The テ a n t ス、y Press P100 ランドン、H.C. ロビンズ、ハイドン・シンフォニーズシアトルユニバーシティ・オブ・ワシントンプレス P33 ありがとうございます。